これから病院に行ってきます。おはこん、おはこんばんは。セイゴ&ブレンのセイゴです。で今日はこれから病院に行ってきます。でサムネイルを見てちょっと驚いた方もいると思うんですけども、まずなんで病院に行くかっていうと、なんか自分以前高校ぐらいの時からなんか体の中になんか海がなんか多分溜まりやすい体質なのかなって思うんですよね。まだなんか本当に病名とかなんかその症状の名前とかよく分かんなくて、本当の原因はよく分かんないんですけども、ちょうどこのお尻と腰の中間ぐらいのところになんか今プツって出来物ができたんですよね。でなんかそれがなんかどん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 大きくなって、でなんか見た目はもう結構もう、まあ、真っ赤になってて、で中側になんか海が溜まってしこりみたいのがもうできちゃってるんですよね。なんかそのせいでちょっと今なんか歩くのも座るのもちょっと痛いって感じなんですね。で今日はなんかそれをまあお医者さんに行ってちょっと見てもらおうかと思って、もうすぐしたら行ってきます。結構ね、高校生の時に初めて自分その海が溜まるのができて、なんかそういうニキビとまたちょっと違うんですよね。なんかニキビってまあちっちゃいこんぐらいのやつ、まあ大きくてもまあこんぐらいかな、こんぐらいのしこりがたまにできるぐらいなんですけど、なんか自分の場合は結構なんだろうね、大きいのが一回頭にできて、それがなんか海だったんですよね。で病院に行ってなんかそれ全部出してもらって薬塗って治ったんですけど、なんかそれ以来体になんかあちこちなんかたまにでき、1年に 2,3 回できるぐらいのペースなんですよね。頭にできたことあるし、あと腕とか、あと太ももとか、この腰、足の付け根、付け根とか。でもなんか今までなんかその処理は してもらってたんだけど、なんかそのなんでそうなるのとかとなるかとか、なんか症状についてはなんかあんまし聞くことはなかったんですね。だから今回ちょっといい機会だから、それを知れたらいいなと思ってちょっと病院に行ってきます。まあ一人だとね、ちょっとまあね、専門的なこと言われた時とか分かんないかもしれないんで、今回はちょっとブレンを一緒にね連れて病院に行ってきます。あー痛いのやだ、うん。病院から帰ってきました大変だった結果から言うと、その今日やったなんかそのすごく腫れてた場所のなんか原因っていうのはよく分かんなかったですね。でもなんかそのお医者さんがいろいろやってくれて、なんかその結果が出るまでに4日ぐらいかかるって言われたので、何が原因でそうなったのかっていうのをいろいろ調べてくれるみたいです。なんかね、なんかお医者さんが言ったのはもしかしたらこれじゃないのかなっていうのがあって、なんか自分は体質的になんかその、ね、感染なんかしやすいなんか体質なのかなっていう感じでした。で一応お薬もなんかね、これちょっとアメリカっぽいっていうか、よく映画とかで見るよね、なんかオレンジのケースに入ってるお薬のやつ、これももらって、これを飲んで症状が良くなればいいなと思います。なので出来物があったところがすごい際どいところだと、もうほぼお尻のところだったんで、めっちゃ恥ずかしかったでもなんかね、何回もなんかそういう出来物がね体にできてるから、まあ、別にね見せるのは恥ずかしくあれなんだけど、でもやっぱりね改めて思うとちょっと恥ずかしいよね。なんかズボン下げてもうお尻もう半分出てて、まあそこお尻のね横にあるとこなので、それ見てもらって、でなんかまあちょっといろいろやってもらって、なんかねご飯とかねちょっと食べてる人いたら申し訳ないんだけど、その中に溜まってる海を全部ガーって出さなきゃいけなくて、もう本当に腫れてたので、それも出してやるんですけども、その出すのが超痛いの、もうふわーってお尻をもうこうガッガッガッってつまんでやってくれました。でも本当にそれやんなきゃね、本当に痛くて大変なんですけど、まあでもね、ブレンがねずっと目の前で見ててくれてて、でももうね痛すぎて、もう顔がすごかった。ブレンさん、ブレン先生です。今日はいろいろやってくれたブレン先生です。通訳を何やったの？あ、でもほとんどできたじゃん、すごいと思った。本当？
だってちょっとだちょっとしか、そうかな、うん、だ4回くらいしか通訳してないよ、成長をしたかな、ね、なんか最後それわかるかなと思ったところもちゃんとなんか返事できてたからサプライズ、すごいと思ったよかった。最初になんか英語できるできないって聞いてくれたから、多分結構わかりやすくやってくれたと思う、うん、もうこういう機会がなきゃいかないからね、病院とか全然、ね、どうだった、でも俺がお尻キュッ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 ってやってる、ハグしたかったよっていうふうに、痛そうだったね、超痛かったもう。でもね、ほら何回もやってるけどやっぱり慣れないね、うん、前回は麻酔したじゃん、うん、でも今回は麻酔なしでさ、前回だってナイフでそう切ったよね、うん、そう、もうやりたくないよね。でもだから早くさ原因分かってほしい、うん、原因分かったら対策できるじゃん、で今まで対策できなくて、ただなったら病院って、なったら病院っての繰り返しだったけど、でもまだ2回目その病院行ったの、うん、病院行ったの2回目、他のところ普通に治ったよね。そう、なんか自分でまあ全部生み出して薬塗って治したやつもあったけど、うん、治んない時もあるからね、うん、その時は病院行ったけど、怖い怖い、終わったよ、終わった、今でも痛い、ズキズキまだしてるけど、うん、でもねお薬飲んで、うん、やってるから多分治ると思う、なればいいな、丸書いたし丸かもう本当に恥ずかしいよね。なんか今ね、なんだろう、ここにポンってできものがあって、その周りがこんぐらい赤くなってるんでね、こんぐらいかな、こんぐらいか、うん、赤くなってて、うん、でなんか今ねちょっと生み出したんだけど、その出した後にまたこれがさ広がったらさ悪化してるってことじゃん、うん、そうだからそのなんか広がってるかどうかを確認するために、なんか今お尻になんか今のこの赤い部分の周りになんかマッキーで黒くマークをつけてんだよね今で、なんかこれが多分明日になってそのマークよりもさらに赤いのが広がってたら、まあ症状が悪化してるってことだから、また病院とかなんか行ってって言ってたんだけど、うんだよね、うんうん、だからまあ広がんないことを祈るし、あとブレンが俺のお尻にこうやってマーク書いてくる、めっちゃくすぐったい、そうこうなったじゃん、ハニが笑ってだってマッキーの先っぽあれめっちゃくすぐったいんだもんお尻に敏感だよね、いやいや本当にくすぐったいね、まあもうなりたくない、とりあえず痛いんだもん、歩けないしさ、今もなんかもうお尻浮かしてる状態だし、うん、ね、ちゃんと寝れないしね、そう、うつ伏せになんなきゃ寝れないし、うん、大変、早く治ってほしい、早く治るよ、大丈夫だから、今日はブレイにご飯作ってもらって、今日も作ってもらって、あとでも買い物も行ってくれた、もう降りた歩きたくなかったから、極力痛かったもんね、痛かったから、だから車に残って待機してたけど、うん、そう、まあブレイ先生にお世話になってますこのために結婚したでしょ、そう、でもブレンが足骨折した時は俺頑張ったからね、 その恩返しでしょ、ちょっとレベルが違うけどいやいや、まあそうね、骨折ってるのと違うけどそれは本当に動けないから、まあでもね、うん、ちょっと微熱もあったみたい、全然知らなかったけど、すごい、でも暑い、いつも暑いけど、うん、なんか多分その感染ねしてるとさ熱出る人いるじゃん、戦ってる体が、うん、だから微熱があっても測ってさ微熱がありますねみたいな感じでびっくりした、あ本当だって最初はなんか熱ありますかって言ったら、うん、ないですないないない、ね、本当に病院行くことをおすすめする、日本だったらね本当に行くでしょ、みんな安いと思うじゃん、うん、なんかアメリカの今回のさその検査もしてもらってるから、今回その病気が何なのかしてもらってるから、多分お金ちょっと高くなると思うんだけど、ちょっと忘れるところに来ていきなり5万円とか来るから、それが本当に怖い、いくらになるんだろうと思って、まあでも日本だったらね皮膚科とかすごく安く行けるから、すごい、なんかもう気になったらもうすぐ行った方がいいと思います。自分も前怪我したっていうか同じような症状が前もあったんだけど、その時は結構放置してたからね、うん、2週間ぐらいすぐ治るでしょうと思って放置してたら、もう本当にどんどん悪化してって、こんな広がってなんかそこがなんか紫色とかになっちゃって、うん、本当に危なかった、保険なかったから、うん、行けなかったんだよね、うん、保険なかったから本当に結局いたけるんだ、そう、今言ったらお金取られちゃう、5万6万ぐらい、6万ぐらい取られた、その時は。今回は保険あるからそれも安いと思うけど、ちょっとは、うん、でも怖いね、怖い、うん、だからまあ何か変と思ったらみんなすぐ病院行った方がいいと思う。ってことで今日の動画はちょっと
いつもと違うような動画だったんですけど、まあご飯食べてる時に見てたら本当に申し訳ないのでまたご飯食べてない時に見てくれたら嬉しいなと思いますね。あと 2,3 日は多分ちょっと痛いかもしれないけど、まあ、ブレン先生が看病してくれるのですぐ治るよ、助かりますね。早く良くなれって思ってくれる人がいたら高評価の方を押してください。あとはチャンネル登録とコメントをよろしくお願いします。します。あとは概要欄とかにもいろいろ SNS の情報とか、あとショールームの方の情報も載ってるのでチェックしてみてください。はい、ってことでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ゆっくり休みます。